てません。いや、ほんとそれな。なんかさ、車がね、新しいんですよね。あー、CD めっちゃ20枚ぐらい選んで持ってきたのに。そう、めちゃくちゃね、持ってきちゃったのに。昭和世代の代わりに歌うしかねえな。そうですね。YouTube とかの音源は聞けるみたいなので、公式さんのちょっと YouTube の音源だったりとかをちょっと流しながらドライブしていこうかなと思います。She waits for you! 向かって行きたいと思います。Yeah! のビッグハットの近くのケーズタウン若里さんっていうところに来てるんですけれども、すぐ裏手にあんだよね。そう、すごい近いんですよ。で、中にはなんかドトールとかいろいろお店が入ってるんで、服屋さんとかもあったね。そう、ショッピングモールみたいな感じだよね、うん、中が大きかった、すごい楽しそうだった。そう、あっちにはセブンイレブンとかコンビニもあるんですよ。あれかな、もしかしてあれじゃないの、なんかちょっとさっきオリンピックのマークがちらっと見えたよ。すごいですよ、大きいね。やっぱりアリーナと今までの文化ホールとか文化会館とか、うん、そういうホール系とはまた全然違うね。ね、本当だね。いやー、アリーナ楽しいですな。まあ僕らここに行くわけじゃないですけど。通用口っていうのが入ってるね。ワクワクする、本当に。今俺らがまあこの辺りにいるから、通用口から浜田省吾さんが入られる、で搬入口から機材とか運ぶって感じかな。いや、なんかもうそういう妄想をするんだけど、めちゃくちゃテンション上がって。そういうのさ、やっぱ来ないとわからないじゃん。そうね、やっぱ来てよかったよね、こちらの会場。まだ何もないけど。この辺りとかにツアートラック止まってるのかな、それかみんなが見やすいようにこの入り口の辺りかな。どうなんだろう、ちょっと行った人ぜひ教えてほしいですね。ここの駐車場が当日は関係者の方だけになるのかな。そうね、多分だからお客さんが止めるところはちょっとここは止められへんと思うね。結構遠いんだよね、そう、駐車場がね、結構奥の方っていうか周りに駐車場がないよね。でちょっと距離はあるんですけどね。長野の駅前かな、はい、とかの駐車場とかに車で来られる方は止めて、そこから歩きとか、うん、公共交通機関使ってっていう感じになるのかな。で、9月も多分めちゃくちゃ暑いと思うので。暑い、今日も暑いけどね。本当にあの日よけ対策とか熱中症対策しっかりした状態で行った方がいいのかなと思いました。今日も33度、すごいいい天気なんですよ。今日最初雨かなと思ってたらね。そう、全然とんでもなかった。もう空見て、この晴れ。めちゃくちゃ暑いので、ちゃんと水分補給とか塩分チャージとかいろいろ用意した上で、あと日よけの傘とか、いや必要だね、絶対やった方がいいと思う。本当にアスファルトジリジリしてるから。マジ溶けちゃう。ちょっと待ったね。こういう感じでビッグハットですよ。ビッグハットやっぱすごい大きいよね。大きい、見た瞬間テンション上がるような見た目。向かいに NHK ありますね。 NHK がほら、NHK 見えますかね。今日はあの中には入れないんですけど、もちろん。こう階段ね、この階段、そうそう、あそこから入れるテンション上がるよ、このあれは、ね、うん、じゃあ、あとはあの恒例のあの敷地ぐるっと回るというのをやってみますか。やってみましょう。ここにビッグハットがあるので、周りをぐるっと一周していきたいと思います。何があるかね、ね、長野はね、すごいあの道が広くてすごく気持ちいいよね。めちゃくちゃ歩きやすい。車道もそうじゃない、すごい広いよね。車道も広いし、歩道も広い。ほら、めちゃめちゃ広いですよ。だったらなんか人が多くてもそこまで苦にならなさそう。確かにね。ほら、正面。 あれや、すごいね、階段大きくない？すごい、入らへんもん、画面に。すごいね、これ 0.5 にして入るけど、ほら広いですね。広い、こっから入る感じだよね、多分。多分あそこの階段登るのテンション上がるよね、絶対。すごい、行きたい。チケットないけど。チケットないけど。
ていうか今何もやってない。何もやってない。2ヶ月前だから何もやってないんですけど、あでもやっぱここでやるんだっていうね、うん、ちょっと喜びを噛みしめながらちょっと周りを歩いていきたいと思います。これ気持ちいい。あの焼けてない。あ大通りに来ましたよ、うん、何があるかな。こっちに確かに夢やん82金庫マクド、あと地図によるとね、なんかツタヤさんもあるらしいね。結構近くいろいろあるかも。そうね、飲食店はマクドと夢やさんあれば、あとさっきケース電気の方もあのドトールとかもね、ケースさんの中にドトール入ってたし、結構時間潰せる場所はあるかも。いいじゃんいいじゃん、道がすごい広いね。そう、さっきも言ったようにあの周りにいろいろあるけれども駐車場がちょっとないっていうね、東京の。遠いですよね、ちょっとね。パーキング、コインパーキングみたいなのがなくて、ね、まあ、もしかしたらあの俺が地図とか見てなかっただけで本当はどこかしらにあるのかもしれないですけどね、うん、手洗い発見、あ、重要ですね。重要、開場する前にね、トイレ行きたくなった場合に、うん、五輪のマークとかなんかテンション上がるね。あ、ここでオリンピックもやったぐらいのとこなんやね。こういう横に置いてある可能性もあるよね。そうだね、見える場所のここではそう置いてくれるのかな。いや絶対このあんだけ敷地になったら置いてくれるよね、うん、見える場所で置いてくれるような気がするけどね。ね、じゃあそれは直で見たいんだよね。あ、これも通あの通用口じゃない、一つの。そうだね、うん、だけどこっちのね、あの大通りの方から浜田翔子さん入るとは思われへんからね。多分あっちだよね。うん、関係者発見しましたよ。関係者入り口ここから入るんじゃない。ここから入るかもしれへんね、もしかしたら、ね、っていう妄想。まあね、今ね浜田翔吾さん入り待ちとかそういうのをするのはね、あのちょっと控えなきゃいけないので、うん、あれなんですけど、もしかしたらここから入るのかなっていう、あのその姿をね、未来の姿をちょっと今妄想してます。ちょっとね、妄想してね、ちょっと楽しんでおります。ここが裏側ですね、すビッグハートの裏側も階段すごいね。裏側もでかい、ね、一段一段多分上がるたびにすごい興奮するよね、うんうん、これ会場周辺には、まあ、今のところですけど意外と自販機とかがないっていう。そうだね、そう今喉乾いてるけど、うん、自販機とかないんで事前に用意した方がいいかもね。そうだね、まあ、中に入ったらあるんやろけどね、うん、高崎の文化劇場、うん、あ高崎の時もうちょい早く回れたような気がする。そうだね、やっぱ大きいですね、アリーナですからね。結構キンキンなんだけど、その辺歩くだけでここら辺があれかな、搬入口やね。今日が何か別のイベントやってはって、そこの搬入してはるんですよね。これでだいたい一周できたのかな。いや、やばいわ、ね、あ、ありましたよ、またあ、ここ関係者入り口、ここの可能性もあるんだね。いいですよ、関係者入り口大好き。え、ビッグハットさんがあって、その横に文化会館があって、すぐその裏手にあれがケーズ電機さんなんですよね、ケーズランドさんという感じでね、一周してみましたというところで。いやー広い、すごいね、やっぱリーナのだけありますね、うん、やっぱこのなんかしんどかったけどテンション上がるっていうね。そうですね、あそこにも搬入って書いてる。あ、本当だね、あそこ、うん、あそこも搬入口なんかね、車止めのけて、うん、こっからツアートラック入っていって搬入するっていう可能性もあるね。なるほど、高崎の時は裏口にそのままあのトラック止めてはったけど、ここやとなんかちょっと分かりづらいし、ちょっと人が来るには歩道が狭すぎるから、うんうん、もしかしたら表の方に止まるかもしれないですよね。ね、そう、実際当日になってみないと分からないこともあるんですけど、いろいろ予想は立てられるから、ね、ここかもっていうのそう、ここかここかここだなっていうね、うんうん、それ考えるのもすごい楽しいし、歩いてみて感じたのは絶対熱中症対策はした方がいいってことですね、うん、今僕らふわふわちょっとあのコンビニセブンに、うん、ちょっと飲み物を行きましょう。で、ケーズ電機さんのすぐ横に、すぐ横っていうかね、斜め向かいというかにセブンさんがあります。ありがたい、暑すぎて、暑すぎてスムージーを買いました。やっぱコンビニがあるとこういう時便利よね。便利、美味しい。というわけでね、あのビッグハットの方はこれであの一通り、はい、一通りとか一回りしたわけなんですけど、長野の方もね、いろいろ回ってきたんで。そうなんです、ちょっとこれからもまたいろいろ行くところがあるので、もしあの長野の観光の様子とか興味がある方がいれば、よかったら最後にここから動画つなげるので見ていってください。よろしくお願いします。
光寺の方にやってまいりました。はい、すぐ近くのパーキングが運よく取れたんでね。ね、このまま上がっていけば善光寺らしいよ。雰囲気めちゃくちゃ良くない？うん、なんかいい感じの雰囲気ね。いろいろ見てもらいましょう。はい、もう山が迫ってますよ。ねえ、テンション上がるわ。おやきあるよ、おやき。ほんまおやきとかも食おうぜ。食べたい。ニラミックス。へえ、美味しい。あの座は何？素敵ね。明治の頃とかってさ、大王折衷というか、洋が入って洋を取り込んできてるんだから、そういうのが残ってんじゃんね。和も残ってんのね、いっぱい。おやき買いました。ねえ、美味しそう。野沢菜を2個と、あとニラ入り、うん、野菜のやつにニラを入れたっていうような、こんな素敵なやつが買いました。野沢菜かな。長野おったけど、実はおやき食べたことないんだ。そうなんだ。そう。なんかすごい手作り感がある。うん、すごい美味しそう。美味しそう。じゃあいただきます。野沢菜パンパンに入ってる、うん、めちゃくちゃ美味しい。めちゃめちゃ美味しい。さっきクックチックさんに行ってきました。そう、本当に料理が美味しくて、しかも浜田省吾さんファンのおかみさんがいらっしゃるということで、もう音楽もずっと浜田省吾さんの曲が流れてるし、壁には浜田省吾さんのカレンダーだったり、本当に愛が伝わる空間でめちゃくちゃ良かった。そうで、ちょっとお話したところ、武道館も行ってあったとかね。そうなんです。同じ雪祭り初日に参加してて、まさかの偶然。すごくお店がもう大盛況で、本当に忙しそうなんですけど、だからぜひ皆さん、もし長野に来られることがあったら、事前に予約をして行かれるといいかもしれないですね。うん、その方が多分、僕らも予約してたんでなんとか入れたんですけど、店主さんもすごい優しい方で、わざわざ挨拶をしてきてくださって、最後にね、本当に優しすぎる空間で、ご飯も美味しいし、マジで最高でした。また長野に来たら絶対に行きたいと思います。特別にグリーンライトアップみたいです。4月なんですか。今日は特別なんだ。